いつもリュウジのバズレシピを見ていただいて誠にありがとうございます。私、料理研究家リュウジの本当の姿、悪魔のお兄さん、リュウジでーす。ということですね、今回はですね、皆さんに大事なご報告でございます。なんとですね、私の著書、悪魔のレシピ、こちらがですね、栄えあるレシピ本大賞グランプリを取らせていただきました。いったな、お迎えかな。ということですね、私ね、実はですね、魔界の方で料理研究家をやってまして、その時の経験を生かしたレシピ、もう本当に悪魔的に美味しい魔界店の大盛況。見てください、一口でお前らをダメにするうまさって書いてますね。はい、魔界から来た私が人間のお前らをダメにするうまさ、こちらがですね、この本にめちゃめちゃ詰まっております。番宣バックスもあれなんで、今回はですね、この悪魔のレシピから我が輩が一番美味しいと思うんですね、生姜焼きの味噌汁、こちらをですね、皆さんに披露させていただきたいと思います。リュウジのバズレシピ。それでは皆さんをダメにする悪魔のレシピ講座始まります。まずはですね、まな板にこちらの食材を用意してください。玉ねぎと魔界の生姜ですね。玉ねぎはこの芯の部分をね、切っていただいて皮を余計な部分を切り落として、魔界の包丁さばきです。魔界の生姜ね、これね、人間どもはね、よくね、すりおろしにするんですよね。あ、チューブとか売ってるじゃないですか。あれはね、魔界ではね、ないんですよね。生姜は生のまま、千切りする。これが魔界の生姜焼きのレシピです。そして魔界流は生姜の皮をね、削らないんですね。これね、生姜はね、皮が一番香りを持ってるんです。実はこれね、重要です。魔界ポイントです。こんな感じで千切りにしてあげる。生姜も具と捉えます、魔界では。豚肉、あ、豚肉じゃないですね、生きのいいメス豚を 100g 用意してください。メス豚の部位は豚こま肉、今回ですから、これはこま肉だからいや、気になくて。ということで、これからこの食材たちを豪華で焼いていきます。ということで、魔界キッチン、まずですね、小鍋にごま油ですね、小さじ2入れます。豪華でこの鍋焼いていきます。そしてここに豚こま肉、あ、違う、メス豚入れていきます。こちら、オス豚でも代用可能です。それも鍋で焼いていきます。そしてこのメス豚の焼かれる香りを嗅ぎながら、人間の一生飲んでいきます。これが魔界のたしなみでございます。で、そしてちょっと香りが出てきたら、さっきの生姜の天気用に、そして香りをつけていきます。生姜焼きって皆さんね、すりおろし生姜を使うことが多いと思うんですけども、生姜焼きはね、天気の生姜を使うとすごい美味しいです。このチャンネルで、ね、見ていただいた方は皆さんね、分かると思うんですけど、いつもの姿、よう忍ぶ髪の姿なんですね。ほんと真の魔界のね、料理をね、皆さん、悪魔のレシピとかさ、使うじゃないですか。気づかなかったですか、僕が魔界の人間だって。皆さん、今回ですね、この魔界の真骨頂を見せますんでね、あんなカロリーの高いレシピをバンバン載せる料理研究家が人間であるわけではないということで、まずこの生姜焼き、最終的に味噌汁にするんですけど、最初に重要なことは、最初に生姜焼きを作ること。そしてここにですね、調味料を加えていきます。魔界のみりんですね、これ大体大さじ1で、醤油が小さじ1で、この状態でですね、生姜も玉ねぎも入ってるんで、すごいね、生姜焼きになってるんですよ、これね。
では我が輩が本当に生姜焼きになっているか味見して信ぜようではないか。あー、息地が進むぞ。だんだん化けの深川が剥かれてくけど、今ね、めちゃめちゃうまい生姜焼きになってますよ。これは酢豚の生姜焼きだよ。で、ここにですね、水 250cc 入れます。塩だし大体大さじ1、そして沸かします。ここの状態ではまだ味噌は入れない。なぜかというと、最後に味噌を入れて味噌の香りを引き立たせると。お肉の味噌汁って、ほら皆さん豚汁とかを想像するじゃないですか。これはね、生姜焼きを味噌汁にするっていうね、魔界のレシピなんだね。生姜焼きを味噌汁にしたことないですよね。そうですよね。こっから味噌が入りますんでね、皆さん、こっからですよ。皆さんチャンネル変えないでくださいね。あまりにあまりにこんなもんだからってチャンネル変えないでください。こっからが魔界の真骨頂ですからね。沸いてきましたね。沸いてきたら、この火をちょっと落とすんですよね。お味噌です。お味噌大さじ1入れましょう。これ、ね、非常にご飯に合うお味噌汁、もうね完成です。皆さん、これが悪魔のレシピなんですよ。皆さん、我が輩が書きました、こちらレシピ本の大賞に輝かせていただいて、全国の書店で絶賛発売中でござる。まあ軽く二人前はあるよね。二人前はね。あ、いいね。ここに小ネギね。まあ見た目も大事なんでね。ここで辛味が欲しいからね。一味唐辛子を振りかけてください。これです。魔界の味噌汁。生姜焼きの味噌汁の。では、できましたので食べていきたいと思います。いただきます。でもやっぱりね、このパンチなる魔界の味噌汁を合わすのはやっぱり魔界のお酒だと思うんですよ。魔界のデュアスですね。うぃー、これが魔界流なんだよね。いただきます。余韻が残ってるし、いただきたい。あ、うま。これはね、ご飯特化型ですね。ご飯を食べるために生まれてきたお味噌汁。しかもね、生姜を千切りしたことによって、この香り、これは我が眷属に理解できるかな。でもちょっと試してみたい。なのでここで眷属チャンス、我が眷属に生姜焼きの味噌汁を食べさせたいと思います。今回の眷属チャンスは誰かな。徹夜ですか。メイクさんでもいいですよ。メイクさんはちょっと NG らしいんで。まあ人間にこの味は分かるかな。どうぞ。あ、すみません、もういただきます。よかろうもん。どうだ、メス豚の味は。味が濃くて。メス豚の味するか。メス豚の味します。ああ、そうだろう。禁断の味だろう。はい。あとは生姜焼きで作ってるから、やっぱりしっかりした味付け。うん、ほんとお酒もご飯も進む、そんなすごい濃い仕上げになってます。うん、人間らしいコメントだったな。それはもう多分キャラクター設定に合わせたんだな。めちゃめちゃうまい。だってこのレシピ我が輩が考えたんだもん。皆さん、我が輩が悪魔のレシピね。普段チャンネルに登場しているリュウシっていうやつは我が輩の眷属ですからね。皆さん、この悪魔のレシピ、我が輩が全て考案したレシピでございます。
こちらのレシピをお前らを眷属にするぐらい相当美味しい悪魔のレシピ、これを食べたら後には戻れない。そろそろお迎えが来たらしいので、この辺りで番宣は終わろうと思うんですよ。でもぜひこちらのなんと120冊の中からなんていうか、この悪魔のレシピね、ものすごいいいレシピばっかり揃えてるんで、ぜひ皆さん買って作ってみてください。料理部門の大賞作品の発表です。やみつきになるレシピがいい、がっつり系のご飯が手早くできるのが魅力、冷凍室な料理も豊富に紹介されているなど幅広い方から支持を集めました。第7回料理レシピ本大賞料理部門の大賞は、リュウジ著者ライツ社、一口で人間をダメにするうまさ、リュウジ式悪魔のレシピです。おめでとうございます。どうもゴリゴリさん、リュウジでーす。どうもいやー、ありがとうございます。本日はルク君、あの僕の表彰状読んでもよろしいですか。さっきごめんなさい、ちょっとフライングしてしまいました。表彰状、はい、第7回料理レシピ本大賞インジャパン料理部門大賞、はい、リュウジ殿、一口で人間をダメにするうまさ、リュウジ式悪魔のレシピ、ライツ社発行以下同文です。本当におめでとうございます。改めましてお願いします。改めまして、どうも料理のおじさん、リュウジです。本日は、このような素晴らしい、賞を賜り、本当に、光栄に思っております。私の目標はですね、自炊の、楽しさ、そしてですね、自炊の、素晴らしさ、というものをですね、世の中に知っていただく、これがですね、僕の、たった一つの目標でございます。ですのでですね、こちらの、今回賞をいただきました、悪魔の弟子論、こちらがですね、さらに皆様の手に渡りまして、この中ですね、皆様が少しでも料理の、楽しさや料理の素晴らしさに触れていただければなというふうに思います。本日は、誠にありがとうございます。ありがとうございました。そうですよね。それでいつも僕もね、よくあの料理の動画見させてもらうんですけど、本当にね、我流なんですよ。だから他だと邪道とされるようなことも、美味しければいいじゃないかっていうベースとか、楽だったらこっちの方がいいんじゃないかみたいなね、本当に料理をやったことない人もチャレンジしたくなるような調理法なんでね、それで全部美味しい。ついこの間もですね、ラジオで共演させていただいて、リュウジ君が作った料理を食べさせてもらったんですけど、はい、美味しいんですよ。ありがとうございます。だから悪魔のレシピを持っていることですね。悪魔のレシピにインパクトありますね。はい、ネーミングも素晴らしかったですね。また悪魔のレシピというと低糖質というのが多いというイメージはないんですか。低糖質も多いんですね。そういうちょっと体のことも考えたもん。そうですね、僕がやっぱりその悪魔のレシピばっかり食べてると太ってしまうので、それと交互に、天使のレシピも食べていく。そうするとウェイトがあまり変わらないっていうような、だから僕のライフスタイルがそのまま反映されてる本になってるんですね。なので、じゃあ今後天使のレシピが出る可能性もあるかもしれない。そうですね、天使のレシピも、はい、その鍵にはやっぱ悪魔のレシピもちょっと入って、なんていうの、僕よく言うんですけども、カロリーの低いものはカロリーが高いものを食べるためにあるっていう言ってるんです、はい、なので、カロリーの高いものを食べて、その後は、ちょっとウェイトが上がってしまったなっていう時はカロリーの低いものを食べて、で、ウェイトが下がったらまたカロリーの高いものを好きなだけ食べていただいて、その、繰り返しをしていただくと、もう毎日好きなものを食べれると、はい、というふうなことを思いながら、この本を作成しました。天使のレシピも期待したいですね。そうですね、私は早く天使のレシピを食べないと大変なことになるそうですからね。早く天使に会いたい。よろしくお願いいたします。改めて、ゆうたま、おめでとうございました。ありがとうございます。